ウソもオグリンです。本日もスプラトゥーン3でかくれんぼやっていこうかなと思います。さあ今回はですね、もうすぐスプラトゥーンの修正というかアップデートが来るということで、はい、撮影日は1月17日となっております。さあその修正が来る前に一気に撮っちゃおうというのが私なんですが、それがこちら。ほっ、ああ、そのねスポットライトの上に乗ることができるらしいんです。で、それが、よし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 、それがね、修正されるらしいんですよ、これ。はい。この動画が投稿される頃にはもうね、この技できなくなってるということで。いやー、ちょっと今回もね、あ、リブナイスナイス。いいね。今回もヒント出していきたいんですけど、スペシャルを貯めたいんです、私。あとちょっと貯まるかな。スペゾーは積んでるから、ワンチャン貯まる。と思うんやけど、よいしょ。これね、鬼が何回か通り過ごしたらスペシャル使いたいのよ。じゃないと見つからん可能性の方が高いから。いや、濡れるところがない。もうちょっと、ほっ、よいしょよいしょよいしょ。あとちょっとやねんけどな。あとミリ、あとミリなんですけど、よいしょよいしょ。こい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 、ちょっと待って、あとちょっと、こい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 、あとミリやって、いけてるやん。来た！よし！これで、このメラメラ状態で少し、バレやすくして、かつ、通り過ごしたらスペシャルを吐きます。オッケー。さあ、始まりました。かけるが、この上の高台。そして二人近いよ。リムが真ん中の矛の横。そして、貧相ハンバーグ。貧相なハンバーグって嫌やな、なんか。ごつ。ムキムキハンバーグ歌かの方がいいよな。まずはかけるは一旦セーフかな。うん、かける一旦セーフです。ナイスナイス。いやー、早く鬼来おへんかなー。いやー、これが修正されるってなんか謎よな。ここ使うやつおったんかな、試合中に。こっからチャージャー打ってたらめっちゃ強ないだってね。さあ早く来い早く来い。あ、え、早い早い。貧相ハンバーグが貧相になりました。いや、一瞬なんやけど、早すぎん？たまのくるくる回転盤とこおったんやろうな。さあ来た、さあ来た、さあ来た。ワンチャン気づくとしたら、このレールに乗る瞬間、このレールに乗る瞬間気づくんちゃうかなーって思うやけど、どうやろう。うわー、早こへんかなー。うない、あ、貧相ハンバーグ見てる。貧相ハンバーグ、あ、見てる見てる、おい。さあ、リムよ。リムやばくない？ガチ矛バリアで守ってくれる？ガチ矛の保護、ガチ矛の保護が来ました。リム、ガチ矛の保護です。うーわ、でかい。あれはすごい。え、ワンチャン罰ゲームあるで、これ。あ、おお、リムナイスナイスナイス。ワンチャン罰ゲームあるでこれ。俺だってかけるが見つかってないからね。うん、大抵見つかるんやけど、あそこ。まあ、でも濡れてないから行ってないってことなんかな。来た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 。え、行かへんの？え、ここ行かへんの？え、エナスタ？地味。スペシャルありやけど、めっちゃ地味なんですけど。もうちょっとなんか、攻撃系の方が良かったんじゃない？ねえ。まあ、インク回復に使うっていう意味なんやろうけど、移動速度アップも兼ねてんのかな？さあ残り1分。ちょっともうエナスタ使った方がいいかな。帰っていっちゃったね。じゃあ使います、エナスタ。はい、これでめちゃめちゃ目立つよ俺。どう？いやでもこっちまで来れるかってところよね。頑張れ頑張れ。いやこっち塗っちゃってんのか。いや47秒。うーわ、初戦から罰ゲーム、初戦から罰ゲーム来ちゃうこれ。さあ来た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 。エナスタ状態の私見つかるんでしょうか。こんなに堂々と構えてるんですけども。さあどうだ、こっち来ない。ここ濡れるってこと知らんのか、もしかして。初心者なのかもしれない。ここに乗れる、ここにエリアがあるということを知らないのかもしれない。スルーです。このエナスタの状態スルー。なんということか。おらおらおら、この圧倒的、
この圧倒的なヒント、残念でした。一人しか見つからないということで、これはもう罰ゲームでしょう。こんだけ塗って見つからへんねんから。いやー面白いね。しかも相手の名前いかつめのおっさんやからな。ですけども、さあどうだ、こっち来ない。ここ塗れるってこと知らんのか、もしかして初心者なのかもしれない。ここに乗れ、ここにエリアがあるということを知らないのかもしれない。スルーです。さあ第2戦いきましょう。いきましょうで、ね、すぐ噛んでしもてんねんけど。さあ、今回チョウザメ造船、先ほどローニーのイカついハンバーグ、イカ混ざってる。そんなハンバーグ嫌。これイカついおっさんね、一人しか確保できんかったから、いやー非常におもろい試合やったね。ちょっと鬼の視点気になるよね、映ってたかどうか。まあ一応リプレイで映してると思うんですけど、どうでした、映ってた、みんな映ってたらいいね、お願いします。さあというわけで今回はどこに隠れましょう、どこに隠れましょう。てかジムワイパーって何のスペシャルやったっけ。確かなんか食ワンダーか、なんとなく食ワンダーな気がするんですけど。あー、そういえばね、俺がずっと前見逃してた、ここの壁にね、こう隠れられんのよ。これ強くない？多分こっちからこう来たら間違いなく見つからんと思うね。でも相手リス地の方やとさすがに向こうから来るから、やっぱどっち回りか次第よな。でもやっぱ自陣側の方が見つかる可能性低いかな。自陣側で行きます。ほっ、よし、来た。はい、始まりました。3人の隠れ場所はこんな感じと、先ほど紹介した通りです。いやー、ここマップ開けへんからな、しんどいな。イカ登りで耐久したらね、音めっちゃするから、バレやすいのよ。さあ、まずはかけるかな。まずかける。ラ族で隠れがちのかけるです。さあ、目の前いる、さあ、目の前いる。どうだ？え？かける回避です、まさかの。まさかのかける回避。ラ族が強い。さあ来た、さあ来た。いやね、ジムワイパーじゃなくて普通のワイパーはかなり塗り性能上がってるらしいねんけど、ジムってどうなん？塗り性能高いんかな。まあでも縦切りが結構遠くまで塗れるって印象やから、まあ割と塗りやすいのかもしんない。ほら、ブワーブワー言ってるやん。頼む、こっちから来て。俺の奥から来て。右から行かんとって。いやでも塗り性能がかなり悪いんか、時間が微妙かも。さあ、いかつめのおっさんがまさかの助かる。2人も罰ゲームいらんで、マジで。あ、いかつめのおっさんアウトです、見つかりました。さあ次は貧相ハンバーグか、どっちから来る。オッケー、こっちから来た。貧相ハンバーグ見つかってんじゃねあれ。あ、貧相ハンバーグアウトです、見つかりました。ワイパーの餌食。さあ来いよ、そっちからはどうあがいても弾当たらんぜ。なるべく下の方行きます。落ちない程度に。あー、やばい。見えてる。くっそー、やられたー。うえぇ、マジかよ。いや結構いい場所やと思ってんけどな。そっちから来るか。何してんの。あ、タコ3兄弟。わ、タコ3人珍しいで、ほら。みんなタコ、あ、N です。じゃ、A 作ろう、A。はい。この間に、貧相ハンバーグ。イカ詰めておっさんと貧相ハンバーグに囲まれてるん。さあ、残りかけるよ。いやーちょっと時間が足りないかな、これジムワイパーにとってはかなり広すぎるマップかな、これは。うん、ちょっとヒント出してあげてもいいかな。こっちだよ、向こうだよ。ダメか。ダメそうだな、自陣塗っちゃってんな。いやでもワイパーこのマップで3人はね、もう
拍手拍手、向こう向こう向こうだよ。うん、この広さでこの塗りで3人見つけたのはすごいよ逆に。さあちょっとカケルの方行ってみよう。いや、羅族じゃないのかな、あれ羅族じゃないかもしんない。さあ残り10秒、飛びまーす。ほい、あ、ここ下から登れへんねんや。うわ、このエリア俺知らんかも。ガチホコ来たことないわ。このエリアあんの知らんかったわ。さあと言いますことで今日のかくれんぼいかがだったでしょうか。いやー、2000名惜しくも神回避ならずということでね、また次回お会いいたしましょう。今日の隠れ場所いいなって思ってくれたらぜひグッドボタンお願いします。それじゃお疲れ、またねー。